2021ミスティーンジャパン準グランプリは、それではこれより2021ミスティーンジャパン決勝大会、各地区大会を勝ち抜きましたファイナリストをご紹介いたしましょう。エントリーナンバー1番中部大会ファイナリスト金子レイ15歳、最後まで全力笑顔で私らしく自分をアピールします。エントリーナンバー2番関西大会ファイナリスト鈴木ヒーロー14歳、今日この場所に立てたのは家族の応援のおかげです。まだまだ未熟で悩むことも多い私ですが、この素晴らしい瞬間を大事に全力で駆け抜けていきたいと思います。 Just do it。 エントリーナンバー3番関西大会ファイナリスト清水真希奈16歳、最高の一日になるように私らしく笑顔で一生懸命頑張ります。エントリーナンバー4番九州大会ファイナリスト江下杏里14歳、人一倍明るい性格でみんなと何かを作っていくことが好きなので、中学では体育祭や生徒会など積極的に参加しています。将来はモデルをはじめ女優さんやバラエティなどに挑戦していきたいです。エントリーナンバー5番九州大会ファイナリスト臼井恵佳15歳、絶対にグランプリ取ります。エントリーナンバー6番中部大会ファイナリスト加藤エレン14歳、このステージを思いっきり楽しんでグランプリを取ってハワイに行きます。エントリーナンバー7番北海道大会ファイナリスト長島理央13歳、自分らしく全力で頑張ります。エントリーナンバー8番中部大会ファイナリスト鈴木明13歳、グランプリを取るためにたくさん努力してきました。今日はその成果を全力で発揮します。エントリーナンバー9番関西大会ファイナリスト高見積木14歳、明るく元気いっぱいの笑顔で今日が夢に近づく一歩となるように頑張ります。エントリーナンバー10番関東大会ファイナリスト原島沙奈15歳、自分らしさを出し切り持ち前の明るさでグランプリを勝ち取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。エントリーナンバー11番関西大会ファイナリスト岩田レイ15歳、10代でしか経験できないこの大きなチャレンジを最後まで思いっきり楽しみたいと思います。エントリーナンバー12番関東大会ファイナリスト石川まりな15歳、私の魅力を伝えられるように自分らしく頑張ります。エントリーナンバー13番九州大会ファイナリスト黒川愛沙14歳、今日は未来につながる素晴らしい結果を出せるように精一杯頑張ります。皆様大きな拍手をお願いいたします。そしてミスティンジャパン応援アンバサダーのお三方も駆けつけてくれました。新川優さん、平優奈さん、そしてトラウデン直美さんです。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。早いもので6年目になりました。毎年たくさんのドラマが生まれているミスティンジャパンですので、今年はどんなドラマが見られるのかと思いながら、そしてキラキラしたみんなの笑顔を楽しみにしてまいりました。こうして開催ができて嬉しく思います。今日も全力で応援しているので、みんなのフレッシュに頑張ってください。はい、今年から応援アンバサダーに就任させていただきましたトラウデンです。もう本当に毎年この時期になると8年前を思い出して、ちょっと身が引き締まる思いといいますか、とっても毎年楽しみにしている大会なので、今年もこうして皆さんに会えてとっても嬉しくて今ワクワクしています。毎年毎年本当にみんな可愛くて、もうスタイルも良くて、もうすぐ今すぐにでもみんなどこにでも出ていけるんじゃないかって思っちゃうんですけど、ね、今日の日はすごく思い出に残る日になると思うので、皆さん頑張ってほしいなと思っています。これよりファイナリストの皆さんに特技を披露していただきます。エントリーナンバー1番中部大会ファイナリスト金子芽衣さん、お願いします。はい、金子さん、こんにちは。こんにちは。自己紹介をお願いします。はい、愛知県から来ました中学3年生金子芽衣です。はい、何かこう PR したいことなどありますか？はい、私は体力に自信があります。3歳から水泳を始め、小学4年生からはバスケットボールも始めました。身についた持久力で愛知駅伝の瀬戸市代表に選ばれたこともあります。バスケットボールでは小学生はキャプテン、中学生は副キャプテンを務めました。バスケットボールを通じて辛いことがあっても諦めず頑張り続けることの大切さや、気持ちを素早く切り替えることの大切さを知りました。はい、ありがとうございました。運動がとっても好きなんですね。はい、今日は何を披露してくれますか？はい、私の特技であるバスケットボールを披露します。よろしくお願いします。はい、それでは金子さん、よろしくお願いします。バスケットボールやります。頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
それでは鈴木さん、今日は何を披露してくれますか？NiziU さんの Make You Happy の音楽に合わせて縄跳びでダンスを踊りたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。柔軟です。
柔軟、じゃあ早速お願いしてもいいですか。靴を脱ぎましたね。では今から5パターンやるので見ていてください。1パターンはこれで、2パターン目はこれで、3パターン目がこれで、4パターン目がこれで、5パターン目がこれです。ありがとうございました。素晴らしい演技をしていただきました。続いては九州大会ファイナリスト臼井恵佳さんです。よろしくお願いします。
韓国語で挨拶した後にタッチブリッジをしてバレーのスパイクを打ちます。はい、それではよろしくお願いします。안녕하세요저는카타연입니다이오디션에서그랑프리봤어하와이니와해외까지있다는노력입니다브릿지をします。韓国語の次はブリッジを見せてくれるんですね。もう足が長いですね、本当に。いきます。バレーのスパイクを打ちます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。北海道大会ファイナリスト長島莉央さんです。よろしくお願いします。お、可愛い格好で登場されました。はい、それでは自己紹介お願いします。エントリーナンバー7番北海道から来ました中学1年生長島莉央です。私の将来の夢は中条あやみさんのようなモデルと女優両方をこなし世界で活躍できるような女性になることです。今はそのために英語の勉強を頑張っています。私は5歳からフラダンスを習い始めました。そこでは外国人の先生に教えていただく機会もあったので表現することの楽しさや他国の人とつながる楽しさを知りました。今日は自分らしく全力で頑張ろうと思います。はい、ありがとうございます。今日は何を皆さんに見せてくれますか？今日は5歳の頃から習ってたフラダンスと英語を披露したいと思います。はい、それでは早速お願いします。中部大会ファイナリスト鈴木明さんです。よろしくお願いします。にっこり笑顔で登場されましたね。はい、こんにちは。それでは自己紹介お願いします。愛知県から来ましたエントリーナンバー8番中学2年生13歳の鈴木明です。将来の夢は映画やドラマで活躍するモデルになることです。私はこの夢に少しでも近づきたくてミス・ティーン・ジャパンのオーディションを受けました。グランプリを取るため、そして夢を叶えるために日焼け対策や身長が伸びるよう毎日早く寝たりモデルウォーキングレッスンに通ったりして自分を磨き、いろいろなことに挑戦しています。好きなことは運動をすることです。小さい頃から水泳を習っていたり、部活動はバレーボール部に所属してスパイカーというポジションでチームを引っ張っています。特技は演技です。映画やドラマを見ることが大好きで、表現したりモノマネすることには自信があります。また舞台に出演した経験もあり、演技には自信があります。なので今日の特技披露では、今年大人気だったドラマ半沢直樹の半沢のラストシーンを演じたいと思います。よろしくお願いします。おお、それでは早速よろしくお願いします。政治家の仕事とは、人々がより豊か、より幸せになるよう政策を考えることだ。今この国は大きな危機に見舞われています。航空業界だけでなく、ありとあらゆる業界が厳しい不況に苦しんでいる。それでも人々は必死に今を耐え忍ぶ、苦難に負けまいと歯を食いしばり懸命に日々を過ごしているんです。それはいつかきっとこの国にまた誰もが笑顔になれるような明るい未来が来るはずだと信じてるからだ。
そんな国民に寄り添い、支え、力になるのがあなた方政治家の務めです。あなたはその使命を忘れ、国民から目をそらし、自分の利益だけを見つめてきた。謝ってください。この国で懸命に生きる全ての人に心の底から詫びてください。以上です。今日は大きく夢に近づいて、もっともっと自分を磨き、絶対に夢を叶えます。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは審査員の皆様、質問に移りたいと思います。藤野様、よろしくお願いします。白紙の意味ですね。ありがとうございます。名前痛くなりました。自己 PR にいつでもポジティブにって書かれてるんですけど、逆にこれまでの人生で一番ネガティブになった瞬間っていつですか？あとそれどういうふうに乗り越えてますか？コロナで自粛中の時に激太りしてしまって、もうぽよみたいな感じで、でもこうやってミスティンジャパンとか、私は将来モデルになるっていうのが夢だったので、これはまずいって思ってたくさん走ったり汗を流したり食事制限を頑張ってきたんですけど、なかなか体重って落ちなくて、その時は本当にメンタルもやられてて、でもそういう時に家族が励ましてくれたり、こうやって時間もたくさんあって、もっともっと頑張ろうって思って、結果的に今5キロほど痩せることができて、努力は嘘をつかないなって本当だなって思って、これからもどんなことがあってももっともっと努力して絶対に乗り越えます。それもポジティブなんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。続いてまいりましょう。続いては関西大会代表、高見つみきさんです。よろしくお願いします。みきさん、可愛らしい名前ですね。はい、それでは自己紹介をお願いします。はい、エントリーナンバー9番、兵庫県出身、中学2年生の高見つみきです。私のチャームポイントは、笑ったとき片方にできないことです。私は小さい頃から体を動かすことが好きで、小学生の頃からバレーボールを習っていました。今でも中学の部活動とクラブチームに通って練習に励んでいます。チームのみんなからエースとして信頼される選手になるために日々練習を頑張っています。将来の夢は、笑顔が素敵なモデル、女優になることです。私の長所は、一度決めたことは諦めず最後までやり遂げられるところなので、これから夢を叶えるためにたくさん努力していきたいと思っています。はい、ありがとうございます。今日は何を見せてくれますか？はい、特技はバレーボールでよくする体幹トレーニングをしながら、森七菜さんのスマイルを全力笑顔で歌います。はい、では早速お願いいたします。体幹トレーニングをしながら歌ってくれるそうです。どうなるんでしょうか。ちょっとドキドキしますね。はい、お願いします。いつでもスマイルしようね、とんでもないことが起きてもさ、可愛くスマイルしててね、なんでもない顔して出かけりゃいいのさ、ねえ笑ってくれよ、君は悪くないよ、ねえ笑ってくれよ、さっきまでの調子でイエー、いつでもスマイルしててね、深刻ぶった女は綺麗じゃないから、すぐスマイルするべきだ、子供じゃないならね。はい、ありがとうございました。続いては関東大会ファイナリスト、原島沙奈さんです。よろしくお願いします。服装で登場されましたね。はじめまして、東京都在住、15歳、高校1年生、原島沙奈です。特技はゲーム、日本舞踊、絵を描くこと、クレヨンしんちゃんのモノマネをすることです。趣味はホラー映画を見ることです。チャームポイントはこの丸いほっぺです。
将来は持ち前の明るさでたくさんの人を笑顔にし、いろいろなジャンルで活躍できる、そんな女優さんになりたいです。今日は日本舞踊ダンスを披露させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは早速披露してください。日本舞踊、なかなか生で見る機会もないですからね。天竺橋の
こんにちは。エントリーナンバー13番、中学2年生14歳の黒川梨沙です。私の夢は世界で活躍できるモデルになることです。そのために頑張っていることが3つあります。1つ目は綺麗な体を作ることです。私は小学校1年生から6年間新体操していました。そして今はスタイルを維持するために毎日トレーニングを頑張っています。2つ目は語学です。私、語学は世界のどこへ行ってもモデルのお仕事ができるようになりたいからです。今はロシア語が得意で英語も勉強中です。3つ目はモデルのレッスンです。私は小さい頃からモデルに憧れており、2年前からモデルのスクールに通い始めました。そして今は一生懸命レッスンを頑張っています。九州大会では新体操の技を披露しました。そして今回はもっと難しい技に挑戦しようと思い練習してきました。私はこれからも心も体も鍛えて努力を続けます。目標はグランプリです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速特技の新体操を披露していただきたいと思います。お願いします。九州大会の頃よりさらにレベルアップしたものを見せたいという思いで今日来てくれました。早速披露していただきましょう。はじめにブリッジを3パターンします。1パターン目、2パターン目、3パターン目、次に開脚を3パターンします。1パターン目、2パターン目、これ取った後、その後はどういうふうなキャリアビジョンを描いてるんですか？もう一度お願いします。今日グランプリをお取りになるっておっしゃってましたけど、取った後何年後にパリコレ出てますか？あとそのパリコレを取った後、どういう目標があるのかな？4年後にはパリコレに出場して、その後は日本のトップの女優になりたいです。女優とモデルになりたいです。モデルになりたいなって思ったきっかけってあったんですか？はい、お母さんがもう若い頃にモデルをしていて、それをかっこいいなと思って私もやりたいと思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。黒川さん、はい、それではお戻りください。ありがとうございます。はい、以上をもちまして出場者全員の特技披露していただきました。ではこれより審査のお時間とさせていただきます。お待たせいたしました。いよいよ審査結果の発表のお時間が参りました。ではまずはファイナリスト13
登場していただきます。皆さんステージにお越しください。2021ミスティーンジャパン決勝大会13名のファイナリストが登場いたしました。いよいよ発表の瞬間です。まずはじめに審査員特別賞です。今年からミスティーンジャパン応援アンバサダーに就任しましたトラウデン直美さん、よろしくお願いします。裏で皆さんの特技披露を見させていただいたんですけれども、皆さんの本当に熱意が伝わって私もちょっと感動してました。それでは審査員特別賞を発表させていただきます。審査員特別賞は5番臼井恵佳さんです。審査員特別賞のたすきをお願いいたします。引き続き花束の贈呈です。
画面見るなっちゃう。はい、発表させていただきます。2021ミスティンジャパングランプリは、エントリーナンバー8番鈴木明さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。グランプリはエントリーナンバー8番の鈴木明さんに決まりました。それではステージ中央までお願いします。新川さん、グランプリの助けをお願いします。優勝賞金の50万円とハワイ旅行ペアチケットの目録が贈呈されます。あなたの贈呈です。そしてですね、ティアラの授与です。ただいま商品をご提供いただきましたサマーサティアラのティアラ、素敵です。ではグランプリの鈴木さん、おめでとうございます。改めて今のお気持ちを教えてください。本当に嬉しくて、今日はグランプリを取りに来たので本当に取れて嬉しいです。応援してくださったみんなにありがとうって気持ちを伝えたいです。この会場に誰か応援に来たりしてますか？お母さんが来てくれてます。お母さんに何か一言。いつもいろんなことを協力してくれて、ダイエットとかたくさん大変なこともあったけど、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。これからどんな人になりたいですか？グランプリに選んでくれた以上、絶対に有名になってモデルとしてたくさん活躍したいです。はい、ありがとうございました。グランプリの鈴木さんです。おめでとうございます。1日じゃないか、すごい長い期間だったと思うんですけど、ひとまずお疲れ様でした。ずっと実は皆さんの自己 PR を後ろの方でこっそり見させていただいたんですけども、すごくみんな元気で自信を持って自己 PR してくれているのを見て、私たちもとっても元気になりました。嬉しかった結果に、嬉しかったり悲しかったり悔しかったり、本当にいろんな感情があると思うんですけども、今感じているその気持ちを大事にしてください。そしてきっと人生の糧になってくれると思います。本当にお疲れ様でした。新川さん、ありがとうございました。それでは平さんからもお願いします。はい、皆さん、お疲れ様でした。受賞者の皆さん、おめでとうございます。本当に私も今日いろいろと自己特技審査も見させていただいてましたけど、皆さん本当に個性豊かで自分らしさを前面に出していて、今年の皆さんは特になんか自分の意思とかすごい明確にあってしっかりされてるなって思いました。私はもうすぐこのお仕事始めて10年になりますけど、こんな風にまだ全然慣れてなくてちょっとポンコツなんですけど、皆さんも今日ここでまたいろいろまた新しい気持ちが芽生えたりもしてると思うので、この気持ちを大事に、これから人生長いのでまだまだいろんな夢があると思います。皆さんのことを応援してます。今日はおめでとうございます。ありがとうございました。はい、平さん、ありがとうございます。ではトラウデンさんからも一言よろしくお願いいたします。はい、まずは受賞者の皆さん、おめでとうございます。そして皆さん、本当に本当にここまでたくさん頑張ったと思います。お疲れ様でした。今日はとってもゆあちゃんも言ってましたけど、いろんな感情があると思います。嬉しかったり悔しかったり、でもそれってすごく人生を豊かにするものだと思うので、今日がゴールじゃなくてスタートだと思って、これからも磨きをかけて頑張ってほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。以上をもちまして、2021ミスティンジャパン決勝大会を終了させていただきます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。皆様
さんもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ありがとうございました。それではゲストの皆様、そして出演者の皆様はお店からの会場になります。これにて2021ミスティーンジャパン終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。